Hey, what's up? キャプテン、トラジローです。Excellent! 今回はですね、なぜ回復しないの？ヒーラーたちの悩みまとめについて解説していきます。ヒーラーはね、ちょくちょく触って5くらいなら行くんですけど、まあ、霊式などバリバリ言ってるようなプロではございません。一応今まで参考にしてきた人たちの動きを元にお話ししていきたいと思います。で、今回お話しするテーマはこちら。HP を満タンにしない理由、マクロは使ってもいいのか、ヘイトを取ってしまったらどうするか、攻撃のために蘇生しないのは OK か、この4つのテーマでお話しします。すべてに質問をいただいているので各テーマごとに読み上げます。まず1つ目のテーマ、 HP を満タンにしない理由ということで質問を読み上げます。いつも動画を見てプレイする勇気をもらっています。ありがとうございます。ありがとうございます。質問です。私はメイン白でたまにタンクで遊んでいるのですが、レベルレにて野良や FC メンバーともになんで回復しないのかとよく言われます。で、いろいろ考えたところ、多分 HP 満タン維持を私がしないために回復していないと言い切られているのではと思いました。私個人としては高難易度コンテンツに行く気もなく、参加しているのはレベルレだけなのと、エスナや攻撃も求められるので HP 満タン維持にこだわる気はないのですが、この考えは間違っているのでしょうか。ヒーラーとしての考え方としては間違っていると思います。なぜならヒーラーは回復する役だからです。確かにヒーラーでも攻撃したり状態異常回復したりするのですが、ある程度の線引きをして行うことが多いとは思います。その中である程度の HP を保ったり、まあ、できる範囲でたまに満タンにしようとはします。それが最初から HP を満タンにするつもりはないというのはヒーラーとしては考え方が間違っていると思います。攻撃して回復しないのはよくあることなのでさほど気にしないのですが、よく指摘されるということはよっぽど減っている状況なのではないかと思います。死ななければいいとは思うんですが、多くの方はあまりにも HP が減ると不安になるため、コンテンツファインダーとかでならこの手法はおすすめはしません。高難易度に行かないから別にそこまで気にしなくていいよねっていう意見をね、見受けられますが、むしろ IE とかでなら回復メインにした方がいいんじゃないでしょうか。ちなみに HP を満タンにしないデメリットは、対象者がギミックミスすればペロリやすくなるので基本メリットは少ないと考えます。なので考え方が正しいとは思いません。そして2つ目、マクロは使ってもいいのかってことで質問を読み上げます。トラジローさん、こんにちは。いつも楽しい動画ありがとうございます。初心者ヒーラーの悩みを聞いてください。自分はパッド勢で敵を攻撃しながら手動で味方をターゲるのがとっても苦手です。なので敵をターゲットしながら味方を回復できるマクロを使っているのですが、同じ FC の方から最初はいいけどマクロを使うとうまくなれない、後々高難易度で苦労するなどの指摘を受けました。でもどうしても手動で投げると味方を回復するつもりが焦って自分を回復したりと誤爆が多いです。このままマクロを使った回復をしていると本当に上手くなれなかったり高難易度で苦労するのでしょうか。手動でもっと練習するべきですか。マクロを使うと先行入力できず回復が遅くなると聞いたことがあります。よろしくお願いします。個人的には答えなんですけど、結果に支障なければいいと思います。マクロはね、実際に使ったことがないので、アンケート調査的なものをしたんですけど、まあ、マクロのメリットなんですけど、まあ、マクロですっとね、メンバーたげれるのがやっぱり楽と。これで慣れてる人は事故が減りやすいのかなと思います。で、あとデメリットなんですけど、マクロでは、不発することがあると。こうマクロはこう噛んでなかなか発生しづらいってことがあるんですけど、ただやり方次第では不発がなかったりするので、これは人によると思います。で、まあ、その間ですね、ターゲットをこう変更している間ですが、まあ、一瞬なんですけど他のマクロが使えないと。マクロ発動中は他のマクロが使えないというところがデメリットでもある。あとは単体回復を複数に飛ばしたいときに不便と。ジョブによっては使いづらさが出る。デメリットの部分もあるのはあるんですけど、ただ物は使いようで、霊式といったコンテンツをクリアしたっていう話もね、全然聞くので、一概にダメなわけじゃないと思います。 ID くらいなら正直気にならないし、まあ、高難易度行くのかどうかそもそも分かんないんで、どこまで求めるかっていうのは分かんないんですけど、まあ、確かにそのアドバイス通りにやるのはいいのはいいんですけど、どこまで求めるかは本人次第なので、試してみたくなったらやってみるといった感じでいいんじゃないでしょうか。まあ、ぶっちゃけそれでも回復できて、あのクリアできて、進行上問題なら大丈夫かなとは思います。まあ、野良だとね、マクロ禁止みたいなパーティー募集があるわけでもないので、まあ、クリアできればぶっちゃけ問題ないかなと個人的には思います。そして次、3つ目、ヘイトを取ってしまったらどうするかってことなんですが、質問を読み上げます。こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいております。ありがとうございます。先日のことですが、アライアンスレイドにてメインタンクがギミック処理に失敗して落ちてしまい、私にタゲが来てしまうことがありました。かっこ他のタンクがすぐ挑発してくれるかなと。近接 DPSが方向指定で困らないように一旦タンクの立ち位置に移動して回復を連打していたのですが、一向に誰も挑発する気配がなく、しばらくして本来メインタンクへ向かうはずだった強攻撃を受けて転がってしまいました。
慌てていたので短くチャットで竹取ってと言おうとも思ったのですが、いやでもこれプレイスタイルの許容だなんて言われたら困るし、でも竹を取るのはタンクとしてのロールだし、そもそもチャットしようにもバルキアル連打しないとやばいし、とひよってしまいましたという経緯があって、結果的にはタンクに挑発をお伺いしてもらうチャットマクロを作ればいいかなと答えは出たのですが、それはそれとしてタゲを取ってしまったからタンクの位置に移動した自分にも原因があったのかなと後で疑問に思いました。ヒーラーや DPS でタゲを取ってしまった時にどのように動くのがいいのか、トラジオさんのご意見をお聞きしたいです。長文失礼しました。どうしようもなくないということで、まあ、そういう時はね、もう致し方なく死を受け入れましょうっていうことだと思います。ただ、その、まあ、味方を巻き込まないとか、方向指定のために、タンクの立ち位置に立つっていうのは、すごいいいことだと思うし、とっさにできた、対応策だと思うんで、まあ、どっちしてもヘイトを取ってしまった以上はね、フィーラーさんへ攻撃が来るので、それで正解なのかなと思います。まあ、単純に、他のアライアンスのタンクが気づいてないのが、まあ、原因の一つでもあるかなと思うんで、そのあたり落ち着いてチャットで、知らせてしまえばいいのかなと思います。で、まあ、多分ね、みんなすごい最近なんだろう、なんか言うとプレイスタイルの共有になるのではないかってね、すごいシビアに考えられる方がいるんですけども、明らかなプレイスタイルの共有は NG だと思うんですけど、こういったなんだろう、状況を改善するためのアドバイスとか提案に関しては全然いいと思います。さすがにね、こちらのタンク診断で誰かタゲ取ってくださいっていうのをね、まあ、省略してタゲ取ってって言ったにしても、それはね、プレイスタイルの共有にはならないかなと思います。状況を改善するための作戦とも言えるんで、まあ、それぐらいは全然どうもないのかなと思うし、逆に言った方がいいと思います。最終的にはクリアできなければね、いろいろ相談する必要あるんですけど、クリアできてしまうのであれば、まあ、それでしょうがないの時もあるよねっていう、毎回こういうことじゃないので、たまにはこういったこともあるのもしょうがないかなという感じで、コンテンツファインダーなどをやればいいかなと思います。そして最後のテーマ、攻撃のために蘇生しないのは OK かっていうことで、これ一つの質問に2ついただいてるんですけど、1個ずつ解説していきます。まして動画拝見しております。マナーやスキル回しのためになる動画をいつもありがとうございます。ありがとうございます。トラジオ様のメイン職ではないヒーラーについての質問で申し訳ないのですが、蘇生について2つお聞きしたいです。どちらの件もどう振る舞うべきか調べた時のネットで得た一意見を鵜呑みにして行動にしてきた結果、今再考すべきだと感じているものです。一つは迅速が残っていない時の蘇生についてです。クリアに支障をきたさないのであれば迅速が戻るまで放置と聞いて以来そうしておりました。かっこ ID 以外、おこがましい話ですが、栄翔蘇生してすぐクリアになるくらいなら自分も攻撃して早く終わらせようと思っていました。しかし DPS さん視点で自分を放って攻撃しているヒーラーというのは悲しく映るのではないかと心配です。トラジオ様のおすすめの解決策をお聞きしたいです。本当にすぐ倒せる状況なのであればよくあることかなと思います。もし自分が DPS でこうゆかペロしてて、もうちょっとでも例えばあと 1% とか 0.5% とかね、残りわずかなら攻撃して押し切ってくれと思います。ただボスの HP がそれなりに残ってる状況でならなぜだとは思うんですけど、まあ、たまにヒーラーの攻撃魔法はそこそこダメージを与えられるのを知らないっていう方もおられるので、もしかしたらね、そういった時なんで攻撃してんですかっていうふうに聞かれるかもしれないですけど、その時はね、理由を説明すればいいかなと思います。2つ目はアライアンスレイドでの蘇生についてです。アライアンスレイドでは複数のボスの連戦になりますが、ボスの残り HP がわずかは討伐と同タイミングでパーティーメンバーが死んだ時、蘇生せずに移動しております。他メンバーを待たせないため、そして死んだ人に衰弱をつけないためです。事前に迅速を残すためにもそうすべきとネットで得た一部の意見に同意し、今までそうしておりました。しかしこの前、中ボス討伐と同時に即死した3人を開始地点に戻ってくださいねと心の中でつぶやきながら置いていったところ、相方ヒラと他アラヒラが残って栄翔蘇生してくれていました。これは次エリアで19人が待っている間に気づいたことです。人数揃うのを待たずに戦闘が始まってしまうこともあるので、ジアラのヒラ2人が残る選択はないと言い聞かせつつも、自分の選択はベストなのか脳死していないか心配になりました。この件についてトラジオ様のご意見をお聞かせていただけると幸いです。長文失礼しました。間違いか間違いでないかと言われたら間違いではないと思います。衰弱をつけないためと明確な理由があるので大丈夫だと思うんですけど、ただネットで見た一部の意見というように、日頃からそこまで考えている人は一部だと思ってもらってもいいのかなと思います。見てる感じコンテンツファインダーでの話だと思うので、多くの方は死んでたらその場で蘇生してあげようと思いますし、実際に味方が蘇生している現場を目の前で目撃されてます。にもかかわらず蘇生していないということは、質問者さんだけが蘇生してくれない人
ていうことになってるだけなので、基本は蘇生してあげた方がいいと思います。ただ質問にもある通り、戦闘が先に始まってしまうこともあるので、一言添えた上でいけばいいんじゃないでしょうか。ちなみに他メンバーを待たせないためとありますが、結局開始地点に戻って戦闘場所行くまで時間がかかるので、コンテンツファインダーだと中にはみんな揃うまで待ってくれる人もいるので、結果的に余計時間食うのと、衰弱をそこまで気にしてプレイしている人はコンテンツファインダーではかなり少ないので、どんどん蘇生しちゃってもいいんじゃないでしょうか。何度も言いますが、質問者さんの考え方は間違っていないです。ただ状況を見る限りではコンテンツファインダーだとそこまで気にしている方は少ないので、その考え方も踏まえつつ、時には状況に合わせた動きをすればいいのかなと思います。でやっぱりネットで調べてると、基本的には効率とか、数字っていうのを追い求めるような内容のものもあるんですけど、コンテンツファインダーでそれを求めるのはナンセンスなので、みんなと同じようにやってほしければパーティー募集を立てることをお勧めします、といった感じです。はい、というわけで、今回はねヒーラーさんたちの悩みを、一挙解説していただいたんですけど、本当に、ね、ヒーラーね、日々お悩み多いと思いますが、基本的にねプレイに支障がなければね、ある程度はそこまでシビアに考えなくてもいいのかなと思います。要は他、例えばヒーラー以外でやってる側としては、回復してくれば別にいいよっていうような、基本はねそうなんで、高難易度とかになってくるとそれだけじゃね、物足りなくはなってくるんですけど、基本こういったコンテンツファインダーのコンテンツで、そこまでめちゃくちゃこうしろっていうのは基本ベースはないと思います。ただ皆さんね、ネットの情報を見てそれを全部がそうだとね、思い込んでしまうかもしれないんですけど、実際現場はそうじゃなくて、本当にプレイヤースキルの高い、上手い人っていうのはやっぱりその中でも数少ない方になってくるので、それがみんなそうであるべきっていうわけでもなく、基本的にはやっぱり初心者の方も多く混じってることが多いので、コンテンツファインダーはそういうこともあるよねっていうので、自分は考えるようにしています。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。